バルプルギスの夜にたかれるかがり火。バルプルギスの夜を祝う群衆。バルプルギスの夜は4月30日か5月1日に、中央や北欧で広く行われる行事である。バルプルギスの夜とも表記される。古代ケルトにはバルティナあるいは、ケイトハブンと呼ばれる春の祭りが5月1日にあり、この祭りの前夜がバルプルギスの夜などと呼ばれ魔女たちがサバトを開きばっこ、するなどと伝えられていた。 ケルト人たちは一年を暖気と寒気の二つに分け暖気を迎える。この日を寒気の訪れる11月1日の祭りは710年にウェセックスで生まれた聖ワルプルガにちなんで名付けられた。彼女は聖ボニファテウスの名で言い伝えによるとサクソン人の王子、聖リチャードの娘だという。彼女は兄弟たちと共にドイツのフランコニアに旅し、 バルプルガはそこで二層となってニー・ウィリバルドの創設したハイデンハイム修道院に入った。バルプルガは779年2月25日に亡くなり、その日は今も伝統的な聖人歴では生命祝日として暦に残る。バルプルギスの夜にあたる5月1日は彼女の聖遺物がアイヒシュテットに移された日であるとも、ハドリアノスに聖によって劣勢された日であるとも言われる。 このため、例えば、フィンランドやスウェーデンの天礼歴では、5月1日に彼女の名前が載っているのである。歴史的なバルプルギスの夜は、キリスト教到来以前の異教の春の風習に、ちなんでいる。ノース人の風習では、バルプルギスの夜は、死者を囲い込むものとされていた。北欧神話の主神オーディンが、ルーン文字の知識を得るために死んだことを記念するもので、その夜は、 死者と少女との境が弱くなる時間だと言われる。かがり火は、少女の間を歩き回ると言われる死者と無秩序な、魂を追い払うために炊かれ、光と太陽が戻る命令を祝うことにつながる。ワルプルガの聖なる日が同じ日に移動されたことにより、彼女の名前が祝祭と結びついたのである。バイキングたちが春を祝った風習がヨーロッパに広まる。ことでワルプルガは、同じ方法で称えられ、 二つの記念日が共に混じり合い、バルプルギスの夜の祭りとして成立していった。5月を祝う祭りは、今も5月祭としてヨーロッパに残っている。ブロッケン山で行われる魔女の集会ドイツでは、バルプルギスナハと、または、ヘクセンナハとは4月30日の日没から5月1日未明に、かけての夜を指し、伝えられるところによれば、魔女たちが、ブロッケン山で大規模な祭りを模様して、 春の到来を待つというドイツの伝承ではバルプルギスの夜は5月最前夜の4月30日の夜で魔女たちがブロッケン山で集い彼らの神々とお祭り騒ぎをするブロッケンさんは中央ドイツ北部にあるハルツ山地の最高峰であるブロッケン現象による自然現象と魔女の主演がバルプルギスの夜に模様されることで有名であるブロッケン現象は 見る人の影の周りに虹に似た輪が現れる、現象である。最初にこの自然現象が報告されたのが、ブロッケンさんである。オックスフォードフレーズフェーブル、ゲーテの、ファウスト第一部での場面は、バルプルギスの夜と呼ばれ、第二部での場面は、古典的バルプルギスの夜と呼ばれる。ドイツ北岸地域の一部では、大きなバリキニの火を焚く風習が、未だ保存され、5月の到来を祝う。 ドイツの大部分では復活祭の頃の復活祭の飾り日としてキリスト教家された風習となっている。南ドイツの田舎ではバルプルギスの夜に若者たちが悪ふざけをする文化が残っている。例えば隣人の庭を荒らす、他人のものを隠す、落書きをする、などである。これらの悪ふざけは時に財産に致命的な損傷を与えたり、他人を負傷させたりすることもある。 アドルフ・ヒトラーとヨーゼフ・ゲッペルスら側近数名は、1945年の4月30日から5月1日に、かけてのバルプルギスの夜に自殺している。ヒストリーチャンネルのドキュメンタリー番組、ヒトラーとオカルトによれば、ヒトラーらがその日は悪魔崇拝の上で重要な日であると信じて、いたからだという。ウプサラ場外で歌を歌い、バルプルギスの夜を祝う群衆。その多くが、 典型的なスウェーデンの白い学生帽をかぶっている。背景には、ウプサラ大聖堂のシルエットが浮かび上がる。1920年頃の写真よりスウェーデン語で、バルボリスメッソアフトン、またはバルボリと呼ばれる、バルプルギスの夜は、スウェーデンの祝日の一つで、ユールや、月祭に匹敵する祭りである。様式は、地方や都市によって様々な違いがある。 スウェーデンの伝統的な様式の一つでは大きなかがり火を焚く。これはスベアランドで確立した風習で18世紀の間にウップランド地方で始まったものである。イエータランドで始まった古い風習では黄昏時に若者らが青々した草木や枝木を集め村の家々を飾った。この仕事の報酬は卵で支払われた。国中に最も広まった伝統は おそらく春の歌を歌うことである。歌の多くは19世紀に始まるもので学生たちの春の祭りから広まった。最も影響力があり最も伝統のある春の祭りはウプサラやルンドのような古い大学を抱える都市で確立した。どちらも在校生、卒業生が揃って4月30日の早朝から深夜まで行事に参加する。また、ルンドなどではその行事が シスタ・アプリルと呼ばれる、シャ社ク祭のパレードのような新入生の伝統行事。固定支援は、ヨーテボリのチャルマース工科大学の学生によって1909年から模様されている。フィンランドのバルプルギスの夜、バプナー,ートは、大晦日と月祭に次ぐ、大規模なカーニバル風の祝祭で、フィンランド各地の市街で行われている。祭りでは、よく発泡ワインと、 その他のアルコール飲料が大量に消費される。学生の伝統行事もバップの特徴の一つである。19世紀の世紀末以降、伝統的に上流階級の祝祭だった。この祭りは大学に入って、すでに学生帽をもらっていた学生たちによって吸収された。ルキオを卒業した多くの人々も帽子をかぶる。バップの期間中は、 様々なアルコールガン有料の蜂蜜酒の一種島を飲む風習がある。行事には、ヘルシンキにあるラフゾーハビス・アマンダに帽子をかぶせることと、アップとユルックと呼ばれる下品な事柄を収めた本を一年おきに出版することが含まれる。どちらの本もヘルシンキ工科大学によって発行され、内容は子供じみたものだが、ユルックは標準的な雑誌で、アップには常に仕掛けがある。 これまでアップはトイレットペーパーやベッドシートに印刷されたことがありサーディン祝祭には5月1日の贅沢なピクニックも含まれるフィンランドの伝統には旧ソビエト連邦の影響を受けたメーデーのパレードがあるサハ政党に始まりフィンランドの政界全体がバップを遊説や先導の日としているこれにはウハ政党が含まれるだけでなく 教会もこれに習い行進や演説をしていた。スウェーデンでは、労働党と社会主義政党だけが5月1日を政治活動の日としていたが、その他は伝統的な祭りに参加していた。1970年代まで活動した労働党支持者らは、今も5月1日に祝演を行う。彼らは祝祭を組織し、労働者が好んで聴いたような古い左派の歌をラジオで流す。 労働者の精神はフィンランドの首都ヘルシンキに今も残っているのである。5月最初の日は皆が楽しみ騒ぐ日である。市場で家族連れは春の最初の日と夏の到来を祝う。風船が街灯を飾り、人々は屋外でその年最初のビールを味わう。道家や仮面をかぶった人々なども繰り出し、色とりどりの吹き流しや太陽にあふれ、おかしく馬鹿げた日なのである。 フィンランドでは多くの人々にとって春の始まりを意味する。伝統的な5月1日はヘルシンキの場合、カイボプイスト公園やカイサニエミ公園でピクニックをして祝う。ほとんどの人は友人と毛布を敷いて美味しい食べ物と発泡ワインを広げて楽しむ。しかしながら一部の人々は白いテーブルクロス、銀製のロウソク台、クラシック音楽、 豪華な食べ物を用意して極端に豪華にしたピクニックを組織する。ピクニックは通常早朝に始まり、一部の破天荒なパーティーでは前夜から一睡もせずに徹夜で続けられる。一部の学生組織は毎年キャンプをしたりする伝統的な場所を持つ。エストニアではボルプリエーと呼ばれるバルプルギスの夜は4月30日から5月1日の夜にかけ祝われる。 5月1日当日はむしろ春の日と呼ばれる公の祝日ケバトピ派であるが国中で行われる祝縁を伴うバルプルギスの夜よりも重要でない。ドイツ文化の影響からバルプルギスの夜は魔女の会合と主演の夜であると考えられている。現在も一部の人々は魔女の出でたちに着替えてカーニバルの雰囲気を漂わせて街頭に繰り出す。しかし多くのエストニア人にとって バルプルギスの夜は夜通し屋外で飲んで、パーティーをし、春の到来を祝うという理由になっている。これは、南エストニアの学問の都市、タルトゥで特に顕著である。学生組織に属すエストニアの学生にとって、タルトゥの通りで、伝統的なパレードのある夜が始まると、夜通し互いの組織の家々を訪問し合い、たくさんのビールを煽り、共に過ごしたり街頭へ繰り出しやちらこちらへ移動する。 ものなのである。5月1日当日はカートリペーブとしても知られる。これはドイツ語で二日酔いを意味するカターから発祥した名称で二日酔いの日を意味する。ありがとうございます。